せていただきますが、この時間は第66回の折り目の皆さんにお越しいただきました。皆さん大きな拍手お願いいたします。さあ、では左側から、順番にご紹介させていただきますと、村田桃香さん、続いて露木美穂さん、そして小島しおりさんです。さあ、皆さんはちょっと昨日の方はまだなったばっかりで緊張してるっていう感じですが、皆さんはすごい慣れてる感じがしますね。そしてオープンカーパレードを皆さんはされたということなんですが、それぞれどういった景色が見えたのか、どういった気分だったのかを聞かせていただけますか。皆さんとても優しく手を振ってくださったのがすごく嬉しくて、なんか人生の中でもあんな皆様の前で手を振ってオープンカーに乗ることなんてないなって思いまして、すごく貴重な体験をさせていただきました。初めてオープンカーに乗らせていただいたんですけれど、たくさんの方に集まっていただいて、たくさん手を振っていただけてとても嬉しかったです。去年は大雨の中中止になってしまったので、また今年リベンジ、乗ることができてよかったなと思います。すごい皆さんから温かい笑顔でこう胡蝶を見て手を振ってくださると、私自身もすごく笑顔になりましたし、温かい気持ちになりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今年は本当に晴天の中、むしろ暑いくらいの中で皆さんとてもいい記念になったかと思います。そして織姫として活動されてきましたが、織姫になって良かったこと、そして大変だったこと、それぞれ教えていただけますか。私は1年間織姫として活動させていただいて、なんか大勢の方の前でお話しする機会ですとか、あと私20年以上平塚市に住んでいるんですが、平塚についていろんなことを学べたのが良かったなって思っています。大変だったことはあんまり正直なかったんですけど、強いて言うなら2月かな、なんかすごく寒かった時に平塚市の PR をしにパンフレットなどを駅で配ったのが少し大変でした。織姫として1年間活動させていただいて嬉しかったことは、たくさんの人と接することができたことと、あと私食べることが好きなんですが、平塚市のグルメをたくさん知ることができたのが嬉しかったです。大変だったことは本当ないと言ってもいいぐらいなんですが、ももちゃんと一緒で寒い中平塚の PR をすることがたくさんあったんですけれども、その寒さに耐えるのがとても大変でした。私が織姫になってよかったなと思ったのは、もっともっと平塚のいいところを知れたということです。まだまだ私も知らない平塚の魅力あると思いますので、これからも平塚にはもう何回でも足を運びたいなと思っております。大変だったことですが、本当に考えて大変だったことはなかったなというふうな印象です。でも悔しかったことは一つありまして、3人で活動ができる花巻市に行くことができなかったことが本当に悔しかったことです。なんで行けなかったかっていうと、本当に直前にインフルエンザになってしまいまして、それで行けなくなってしまったのが本当に悲しかったなというのが、はい、印象に残っています。ありがとうございます。3人で集まるのは久しぶりですか。だいぶ久しぶり。じゃあ皆さんの前でご登場するのももうかなり貴重ですね。さあ、そしてその1年間の活動の中で今もいろいろお話しいただきましたが、これは特に
に思い出に残っているなということがあればぜひお聞かせください。やはり七夕祭りでの活動が私織姫の活動の中で一番印象に残っています。今年はすごく晴れてオープンカーパレードを無事にできたんですが、去年は雨の中で傘を差しながら大勢の方の前を歩いたりとか、あとは千人パレードは去年踊らせていただいて、それがすごく印象に残っています。一番印象に残っていることは、そうですね、織姫として岩手県の浜巻市に表敬訪問に伺わせていただいたんですが、そちらでわんこそば体験をさせていただいたことがとても思い出に残っています。私は一番の思い出はやっぱり大好きな湘南ベルマーレの海添えをしたことです。ずっとその湘南ベルマーレと関わらせていただいていて、でまた今年もこの舞台に立つことができたというふうに思ったのがすごい良かったなと思っていて、で今日もその湘南ベルマーレのサポーターさんたちも見に来てくれていてすごい嬉しいなという気持ちです。ありがとうございます。そして昨日七夕ということで、皆さん今までたくさん七夕の思い出とか楽しみ方あると思いますが、ぜひそれを教えていただけますか。もしね、昨日何か七夕らしいことをしたということがあればそれも含めて教えてください。私は昨日は七夕には行っていないんですが、なんか毎年七夕祭りの飾りを見るのがすごく好きで、毎年その年に流行っているものとかをモチーフにした飾りとかもいろいろ出ているので、それを見るのが私は七夕ですごい好きなんですけど、特に夜飾りがライトアップするので、夜の七夕祭りもすごく雰囲気があっていいなって思います。そうですね、七夕祭りは出店が約400店舗ぐらい出ていまして、またこちらの広場では平塚のグルメを中心にたくさんいろんなグルメが売っているので、こちらのご飯を食べながら平塚市をもっと盛り上げていただきたいです。私が特にこの七夕祭りで印象に残っているのは、去年から始まった私たちの1代前の松本さんと、あとはアジャコングさんが来てプロレスをここでやるっていうのがすごい去年もあって、でも今年もあって、これから恒例になっていければいくといいなというふうに思っていて、すごい周りもみんなで盛り上がっていて、で私自身も去年一緒に同席させていただいてすごい楽しかったので、これから恒例に なったらなと思います。はい、ありがとうございます。そしてご覧いただいている方にも、もしかしたら織姫になりたいっていう未来の織姫がいるかもしれませんので、ぜひ織姫になりたいという方へのメッセージをお願いしてもよろしいでしょうか。ぜひ平塚市のことがすごく大好きで、平塚をこれから盛り上げていきたいなっていう熱い思いのある方なら絶対に織姫になれると思うので、私も毎年楽しみに織姫さんたちを応援していきたいなって思います。はい、平塚が大好きな方でしたら本当に誰でもなれると思いますので、もっともっとこれからさらなる平塚の活躍を応援していきたい方、何回でも応募しても必ず受かると思いますので、ぜひ応募たくさんしてください。この1年間です、本当に貴重な体験ばかりさせていただいたので、でも本当にこの人生で一度きりこのもし
応募したいというふうに思っている方がいたら、ぜひ思い切って応募していただけたらなと思います。私自身ももう一度応募しちゃいたいなっていうぐらいなので、はい、皆さんもぜひ応募してください。はい、ありがとうございます。ちょっとお時間がもう少しありますので、よろしければ最後に今来ていただいている皆さんにお一人ずつメッセージをお願いいたします。皆さん本当に暑い中来てくださってありがとうございます。1年間私たちが織姫として活動できたのも皆様の応援やサポートがあったからだと思っております。感謝してます。本当に1年間ありがとうございました。本日は本当に暑い中お集まりいただきまして本当にありがとうございます。私たちの任期はこれで終わってしまうんですけれども、本当に平塚市の皆様に頑張ってねと励まされたことで1年間支えていただき、ここまで来れたと思っています。これからも平塚市のさらなる魅力をかけながら応援していきたいと思いますので、よろしくお願いします。1年間ありがとうございました。今日はこんなに日差しが強くて暑い中本当にありがとうございます。このステージを最後に私たちは本当にもう終わりになってしまうんですけれども、まだ全然実感がなくて本当に寂しい気持ちですし、この一緒に織姫をやったお二人とも本当に一緒にできてよかったなと思っています。また、サポートしてくださった方たちや頑張ってねと声をかけてくださった方々にも本当に感謝しております。これからもずっとずっと平塚大好きなので、もう何回でも先ほども言いましたが足を運んで、もちろん湘南ベルマーレの応援にも来てということで、これからもお願いしますということで、はい、はい、ありがとうございました。この時間は第66回織姫の方にステージに登場していただきましてお話を伺いました。村田さん、鶴木さん、小島さん、1年間ありがとうございます。